ブリキワの2オン2ですけど、あと5分ほどでエントリーを締め切ります。参加されたい方はここに来て、エントリーネームと100円払って登録してください。お願いします。はい、5月23日あ、ちょっと音量でかいかこれ、5月23日こちら高田馬場ゲーセン帝様をお借りして、まあ、プレイヤー主催という形で行いますブリキワンランダム2オン2大会、ただいまエントリー受付中ですが、あと5分ほどでですね、あのエントリー締め切りとさせていただきたいかなとは思います。あと5分ほどで、エントリー締め切って、とりあえずチームを作る感じで進行していきたいかなとは思います。エントリーするつもりがあるけどまだエントリーしてないという方がいらっしゃいましたら、こちら階段登ってすぐのところのカウンターでですね、エントリーシートがございますので、そちらでエントリーしていただければと思います。現在、なんだ19時26分、19時30分ぐらいで、締め切りとさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
19時30分になりました、ブリキー1、2オン2の、エントリー締め切りたいと思います。これから、チーム分けをしまして、チームが決まりましたら呼び出しますので、そうしたらですねキャラクターを、相談してチームで相談して決めていただければとは思います。チーム分けはエントリー表の方でやりますので、チームが決まった際に声かけますので、これはエントリーシートをご確認いただければと思います。よろしくお願いします。はい、ブリキ1、2オン2の方チーム分けができました。参加人数10人5チームということです。チーム、上から言いますと、まずはおじさまさん4123チーム、竹やんさん白松さんチーム、昆布さんルナークさんチーム、フツさんイージスさんチーム、イデアさん鳴沢由衣さんチームの5チームとなっております。こちら、このチームで、ちょっと相談してキャラクター、使用するキャラクターを決めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
おじさまさん41263チームはキャラクターのエントリーを済ませちゃってください。ふつさんイージスさんチームも、キャラクターのエントリーを済ませちゃってください。あとイデアさん鳴沢由依さんチームですね、キャラクターのエントリーですね。あ、ちょっと設定変えてもらっちゃってますので、その間にキャラクターを決めちゃってください。優勝おめでとうございます。どうも。ところで決勝戦に乱入してきた謎の選手について何かご存知ですか？念のためもう一回ルール説明しますけども、あのチーム戦は普通にあの勝ち抜きです。で、試合開始前にじゃんけんしてもらいまして、でコンパネ 1P2P の選択権、もしくは、先方対象の後出し権、どっちかを、選択してもらいます。で、じゃんけん負けた方はその余った方ということになります。それで 1P2P と、先方対象それぞれ決めてもらって、それで始めます。で、まあ、あの先方が負けたら対象が出てきて、対象が負けたらそのチームは負けっていう感じですね。それであの勝ち抜いてもらえればと思います。今キャラクター決めてないのがフツさん、イデアさん、おじさまさん41263ですね。何でしたっけ、楽でしたっけ、こうはい、ふつさんキャラクター決めて、41263もキャラクター決めちゃってください。まあ、今41263と、おじさまさんが、流行外伝をやっているので、それの試合が終わりましたら、ブリキワン
の方を進めたいと思います。はい、じゃあおじさまさん、あのキャラクターだけ決めといてください。あ、もしかしてあの私のせいで今試合が決まっちゃったみたいな感じですか。はい、あの慎んでお詫び申し上げます。はい、はい、では、まあ、プレイヤー主催の大会ではありますが、ブリキ1、2オン2、大会、まったりと始めたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、全5チームということで0回戦が1個あります。0回戦、イデアさん、鳴沢由依さんチーム対竹谷さん、白松さんチーム、イデアさん、鳴沢由依さんチーム対竹谷さん、白松さんチームの対戦となります。あ、竹谷さん出番ですよ。じゃんけんで、1P、2P、コンパネ選択権もしくは、先方対象後出し権のどちらかを選んでいただきます。だからじゃん、まずは、まあ、あの代表者がじゃんけん、コンパネと後出し権とどっちが後出し権、じゃあコンパネは、はい、コンパネはどっちが、ワンピーで、ワンピーで、ワンピーでパヤック、はい、パヤックだから、鳴沢さんですね。はい、はい、それではですね、ワンピー側にイデアさん、鳴沢さんチーム、鳴沢さんが先に出るということで、え、じゃあ 2P 側に、竹谷さん、白松さんチームということで、もう席に座って準備ができたら、ワンマッチバーサスで始めてもらえればと思います。はい、お待たせいたしました。それではブリーキワン、ツーオン、ツー、アイス食ってる場合じゃないですよ。これより開始したいと思います。ちょっとセリフ噛んじゃいました、ごめんなさい。さて、ワンピー側、パヤックを選択するのは、鳴沢さん、鳴沢由依さん、2P 側、まずジルバーが出てくる。こちらは、つまり竹谷さんということかな。竹谷さんのジルバー、 1P 側が鳴沢さんのパヤック、 2P 側は竹谷さんのジルバー。まずは先方同士の戦い開始いたしました。さて、お互い様子を見ている状況から、まずはジルバーが、ハイキックで、ハイキック、ローキックで、牽制する。おっと、この場合はジルバーの方が、有利なのか、一方的な、展開になっている。おっと、ローキック2段をガードするが、ジルバーの反撃は間に合わないと。そこに、パヤックのハイキック、ミドル、いろんな攻撃が刺さる。このパヤックのリーチで戦えればパヤックが有利ですけども、それより内側に入られるとやっぱりジルバーの方が、あの技のスピードが速いっていう感じですね。その間合いの取り合いが、この両者の戦い の決め手かもしれないかなと思います。さて、そうですね、ジルバーには投げ技とかがないので、なんと言いますか、パヤク側は結構どっしりと構えることができるっていうのがこの組み合わせなのかもしれません。あとロー2発で、ジルバーがダウン奪われる。回転角としてガードクラッシュしてからハイキックと、この組み合わせ思った以上にパヤックの方が有利に展開しているように見えますね。さあ、残り試合は38秒37秒。さあ、ジルバー側はなんとかして、ポイントを稼ぎたいところ。おっと、聖剣ローキックが入る、ハイキックが入る。おっと、ハイキックの連打、ハイキックの連打。さあ、これはおっと、ローキック2段が入ってダウンを奪われるジルバー。今度はハイキックが入ってしまう。これは手数はジルバーの方が多いんですけれども、攻撃のヒットがあるからパヤックの方も結構ポイントを稼げているように見えますが、実際のところどうですかね。これはあ、なるほど、キックから裏剣、バックハンドブローですね。そこまで入れることができるとジルバー側も結構ダメージが取れるんですが、というところで試合時間は残り7秒6秒。さあ、どうなるか。おっと、ここでポイントを稼ぐためにとかかと落としは空振るが、そこへの反撃も間に合わず。さあ、ここでタイムアップ、判定はどうなるか。パヤク、パヤク、パヤク、まずは3対0で、パヤク、鳴沢さんの勝利。竹山さん、白松さんチームはこれで大将の白松さんが出ることになります。竹山さん、白松さんチームはここで負けてしまうと、0回戦敗退ということになってしまいますので頑張ってください。じゃあ 1P 側が引き続き、鳴沢さんで、 2P 側が、白松さん
白松さんは、Python ですね。パヤク対 Python、 この組み合わせになります。さてどうなるか。おっと、まずはミドルキックで先制するパヤックですが、ジャブで固めるパイソン。おっと、間合いを広めに取ってフットワークをうまく使うパイソン。おっと、バックハンドブローが入る。果敢に攻める、パヤックですが、やはりパイソンの方が回転力が高い。今ヘビー三段が入ってリングアウトさせられるパヤック。おっと、パヤックの体力が早くも危険領域に入りつつある。お、今すごいですね。今ジャブで止めた。さあこうなるとむしろパイソン側は、どっしりと攻めていけば。おっと、スクリューインパクトガードクラッシュからのヘビー三段でリングアウト。場外助かりましたね。まあ場外で助かったというところですけれども、しかしまあ今のはパイソン側じゃなくてパヤック側ですね。パヤック側は特に打開する手はなかったわけですから、とチャランボを決めてなんとか押し返すパヤックですけれども、今パンチを取ろうとしたんですかね。またヘビー三段。お、今度はまだいけるよ。そう、まだいけますね。ハイキック、しかし追い打ちが入って、2P 側白松さんのパイソンの勝利。これで、どちらも対照戦ということで、1P 側イデアさんの、本日は、イデアさんパイソン、優勝経験者は優勝した際に使用したキャラは使用禁止ということなので、今回イデアさんはパイソンを選択、つまりパイソン同士の同キャラ戦。パイソン対パイソン、のパイソンが本物なのか。そうですね、どっちの、ヘビー三段がどっちの、反り込みがすごいのかと、そういう戦いになるかなと思います。おっと、そう、パイソンはガード耐久値があるからヘビー三段打ち切ってもガードクラッシュはまあなかなか起きない。だからここはやはり小技と大技の、緩急のつけ方が、ポイントになるかなと思うんですけれども。おっと、よく見てた。今ガードクラッシュからのヘビー三段、ワンピー側イデアさんのパイソンよく見てた。しかし白松さんもうまい感じで跳ね返す。これはあれなんですよね、半角、どれに半角が取れるかとかっていう細かい知識のところが大きな影響が出るところなんですけれども、 2P 側白松さんの体力がちょっとやばい状況。さあどうなるか。おっと、ここで 2P 側白松さんのパイソンがイデアさんのパイソンにヘビ三段を決める。しかし体力結構やばい状況。おっと、スクリューインパクトを透かしたところにヘビ三段。これはヘビ三段が入る。これで追い打ちが、おっと、スカッた。おー、今のはうまかった。振りかぶってから、そうですね、はい、イデアさん、鳴沢由衣さんチームの勝利ということでありがとうございました。さて0回戦が終わりまして、続いて1回戦目ですね。コンブさん、ルナークさんチーム対おじさまさん4126さんチーム、コンブさん、ルナークさんチーム対おじさまさん4126さんチームの、勝負です。こちらが、1回戦第1試合ですね。先方対象後出し券、どっちが後出し券、じゃあコンパネどっちがいいか。でどっちが出ます最初。じゃあ先方ルナークさんのソコロフになります。あ、じゃあソコロフどっち。はい、それではですね、1P 側、コンブさん、ルナークさんチーム、先方、ルナークさんのソコロフ、2P 側、おじさまさん4126さんチームの、先方、おじさまさんソコロフ、ソコロフ同士の同キャラ戦となりました。
ソコロフ同士ってどんな感じになりますかね。さっき話聞いてたんですけど、おじさまさんと4126さんでじゃんけんして先行とこう決めてたんで、はい、後出し権意味ねえじゃねえかお前だって感じですけど相手のチーム見てから決めましょうね、そういうの、はい、相手のチームの先行を見てから決めた方がいいと思いますよ、うん、ブリキワン、まあ、結構相性が物言うゲームなので、ちゃんと相手が何出してくるのか見てから考えた方が多分、気持ちよく戦えるんじゃないかなと。同キャラだから一緒ですけど、おっと飛びつきに行くがうまく投げられず、今度は片足タック、変形タックルに行ったが片足タックルで返される。この2人の組み合わせはなかなかどっちがどっちなのかよく分かんなくなりそうですね。今位置が入れ替わりましたが、リングアウトと 2P 側、まあ、バランスゲージを削った方が勝ちますかね。そうなりますと、2P 側おじさまさんのソコルフが今有利といったところでしょうか。さあお互い、距離を見合うと変形タックルに行こうとするところをローキックで止める。さあどうなるか、バーウィン、おーっと、うわ当たんなかった、どっちも空振った、今軸ずれが起きましたね。これが本当にやってる方はこれ結構神経使うんですけども、見た目地味ですよね。一発が決まった方が勝ちそうな感じですよね。そうですね、時間ももう半分以上過ぎてますし、おっとタックルが決まったけれどもバランスゲージのせいでうまく投げれなかったと言ってるそばから 2P 側おじさまさんのソコロフの片足タックルが決まって、追い打ち投げが1回2回残り30秒切った。これは大きなアドバンテージか。おっと掴んでが、そして追い打ちの投げまで決める。もっとこれは 2P 側非常に有利になってしまった。おっと片足タックルに行くとこタックルに行ったが、これはバランスゲージのせいで投げられず、おっと今度は、お返しとばかりに 1P 側ルナークさんのソコロフが、うわ今タックル同士がぶつかったけどなぜか 2P 側が勝った。今のはタイミングなんですかね。おっとやっぱ投げ威力でかいな 2P 側、おじさまさんのソコロフの投げという投げで勝利ということで、では 1P 側、大将の、これはなんだ、昆布さんですね、昆布さんのパヤクが、登場となります。 1P 側昆布さんのパヤク、 2P 側おじさまさんのソコロフという感じになりますね。さあ昆布さんはここから 2人抜きしないと勝ち上がりません。おじさまさんはここで勝てば、2回戦、2回戦というか、まあ決勝になりますね。これはもうさて、パヤック対ソコロフ、これはパヤックはタックル返しを持っているのでソコロフは迂闊にタックル、変形タックルは打てないと、ロー2発を食らってしまってダウンするソコロフ。さすがにその何ですかね、ソコロフ体力が少ないからできれば食らいたくないってところでしょうけども、リーチの長いパヤック相手にはやりづらい感じでしょうか。さあなんとかして近づきたいソコロフですが、パヤックはうまい具合にいい感じにこう突き放す。さすが昆布さんのパヤック、この緩急のつけ方というか前の取り方というか相手を寄せつけない戦い方がうまいですね。鬼のようにドフって言いますからねまあ、だいぶうざいです。まあそうですよね、このローが生命線。おお、なんだ今片足タックルを飛び膝蹴りでかわす、狙ってやったのかそれともたまたまなのか。もっとロー2発入ってソコロフダウン奪われる。体力はまあ黄色くなってるけれどもまだ戦える、時間も45秒、当たれば、おお、返し技忘れた、と火薬側返し技をミスってしまったのか、ソコロフのタックルが決まる。そしてお位置の投げ2発、ローの前に片足タックルが決まる。そして追い打ち投げ失敗してしまった。今度はタックル、変形タックルだったところをソコロフが、じゃないや、パヤックが返す。ミドル2発、バックダッシュを読んで変形タックルだったのか。追い打ち1発、それからもう1発、さああと1発決まれば、そうですね、時間は20秒弱ほど、パヤックの体力結構減ってる。おっとゲージあるぞ、ゲージがあるから結構締め上げられるが、ここで離してしまう。何でいくか、何でいくか、おっとローキックからのガブリ、しかし失敗してしまう。パイクは逃げたいところです、ね、そうですね、パイクは逃げたいところですけども、しかし果敢に向かっていく、逃げるためには攻めるみたいな、そういう感じですかね。さあ残り3秒2秒、投げるか、おっと、あーっと、いった、ちゃんと膝蹴りまでいった。さて判定合いまでもつれ込みましたけども、判定的にはどちらか、パイク、パイク、
パヤク3対0でパヤクの勝利ということで、これで、おじさまさん、4163チームは、決定戦、対象同士の戦いですね。そうなりますとパヤック対パイソン、パヤック対パイソンの勝負になりますかね。さて 1P 側は昆布さんのパヤック、 2P 側は41263の、パイソン。さあ試合開始しました。まずはお互いガードを固めて細かく様子を見る。おっとスクリーンインパクト、ガードクラッシュさせてからのヘビー三段。まずはパイソン側がアドバンテージを取った感じでしょうか。しかし時間はまだたっぷりあるのでどうなるかは分かりません。当てたとはいえ、パヤックはまあなかなか今ジャンプしたところハイキックで落とした。 このゲーム対空とかないんで、とミドルに発明使ったところにヘビー三段入れたかったが途中で止まってしまった。ここに、いろいろぐちゃぐちゃっとした後に首相撲からのチャランボが数発と単発止めと読んだ パイソンに対して2発打ち切りのパヤクのローが刺さった。今のはすごい、やっぱり単発止めか打ち切りかっていうのは一つの読み合いのポイントになりますよね。基本的には肘で終わるべきなんですけど、あーガード解くなって時だけやってみると当たる可能性がありますけど、まああくまで可能性の話ですけどね。おっとまたスクリーンインパクト、ガードクラッシュ、しかしこれはリングアウト、パヤクはリングアウトに助けられたと見た方がいい感じですかね。とはいえ、体力状況はだいたい5分、残り時間は30秒ほど、手数的には同等っていう感じでしょうけれども、おっと今ジャンプしてしまった。ダウン的にはパイソンの方が取ってるってことですね。そうですね、しかしまだ25秒あるのでポイントが逆転する可能性もあります。どっちが勝つかは何とも言えない。おっと今度はヘビー三段入る。やっぱりスクリューンインパクトでガードクラッシュっていうのはとても大きいですよね。それもありますし、パイソン側集団と上段が多いんで、はいはい、基本的に有利だと思うんですよ。ああなるほど、上段技はガードさせて判定が有利なんではないかというそういうところですかね。早くは ローが多いんで、はあはあはあ、さて試合時間残り3秒2秒。おっとしかしミドル2発が入るというところでタイムアップ、判定になりました。どっちが勝つか。パイソン、パイソン、パイソン、はい、3対0でパイソン、これでおじさまさん41263チームが、決勝進出ということでおめでとうございます。さて、それではもう一つの、1回戦、フチさんイージスさんチーム対イリアさん鳴沢ゆいさんチームです。じゃんけんで、1P、2P、コンバネ選択権か、先方対象後出し権を決めてください。ちょっと言いますね。そうですね、取っといて、これで取っといて、これで1000円あるはず。さて、1P 側に入るのがイデアさん、鳴沢由衣さんチームとなりますと、 2P 側に行くのが、フツさん、イージスさんチームってことになりますね。ちょっとどっちが先方かは私聞き忘れちゃったので、まあ、ゲーム画面見てやりましょう。1P 側、イデアさん、鳴沢ゆいさんチームは先方鳴沢ゆいさん、パヤク、対するフツさん、イージスさんチームは、シャンタオということなので、これはイージスさんが先方ですね。さてパヤク対、ソン・シャンタオ。さあシャンタオの得意のあの出し投げが早速決まる。これ火力がでかいんですよね、技の出かかりも吸っちゃうし。としかしパヤックの首相撲が入って、押し返す。シャンタオは食らってしまうと体力の少なさが、裏目に出ますけども、出し投げが入る。と出し投げを嫌って、牽制ティープなどを繰り出しますけれども、これはまた出し投げが入る。もう出し投げだけで飯食ってるって感じですね。まあ、実際飯食えるんですけれども、ロー出し投げでギャラが支払われる、まあそうなんですけど、まあそれも止める方法はあるんですけど、まあないわけじゃないんですけどね、相手にキャラによっては辛いんですけど。もしかし断連撃が決まる。これは狙いどころがうまかった。
暗い、消耗戦になれば、シャンタオの体力の少なさが、響いてきますので、見ての通りもう 2P 側シャンタオの体力赤くなってます。結構やばい状況ですね。おっと赤点滅、これでもう何かなっちゃっても、おっとしかしシャンタオも負けてない。さあ、あ出し投げに行くところ、パヤックのローキック2発がヒットしてシャンタオ KO。 1P 側、鳴沢優さんの、パヤックがまずは1勝ということで、そうですね、あのダッシュ投げは強いとはいえ、あのダッシュをしてからじゃないと投げられないので、そうですね、ダッシュされたら無防備になっちゃうので、読まれてしまうと、まあいろいろされてしまうと。出かかり吸えるとはいえ発生が遅いっていうところが弱点なんですよね。横だけが固まってるな、あの距離だったら横だけを固めて、そういう意識をあの防御に割かないとかなり決めにくいですね。そうですね。さて、試合の方は、2P 側大将のフツさんジルバーが、登場しました。パヤック対ジルバー、これは、どのような戦いになるか、先ほどもあったと思いますが、このハイキック、ジルバーのハイキックが届くような場合ですと、やっぱりジルバーの方が、有利に攻められるのかなと思います。それより外側ですとパヤックの方が一方的に蹴飛ばすことができる場合になるので、その、わずかな違い、わずかな間合いの違いっていうのをどんだけ維持できるか、あるいは悟らせないかが、この勝負の決め手なのかなと思いますけれども、ただやっぱり回転でいうと全然ジルバーの方が上なので、そういう地味なその打撃戦でどっちも決め手がないと手数差でジルバーかなり有利な感じがしますよ。そうですね。ですが、前のきっちり読み切れないと、あの外側から蹴られることがあるので、単純にジルバーがあのもちろん有利で取りやすい部分ではあるんですけれども、あの操作精度が要求されるっていう感じですかね。そうです。あとパヤックもあのミドルを振り回すぎて疲らせられると結構辛いものがあります。あ、なるほど。あの裏剣が飛んでくるんで。そうですね。パヤックのミドルはガードした後少し踏み込むことができるぐらいには隙が大きいので、まあ、あの大きくあの歩くわけにはいかないんですけども、ちょっとずつ近づくことができるぐらいの隙がある。だからパヤックのミドル、おっとすごいのが入った、かかと落とし、あれはダメージがでかい。やっという間にパヤックの体力が赤くなってしまった。試合時間残り25秒、これはおっとミドル2発を、あもったいない、失敗しましたね今ちょっと。そうですね、ガードクラッシュしたら、ジルバー側は即答2段を入れたいところですけれども、まあ、そういうところパイアックとかガードクラッシュさせてもそのままミドル打ち込めばいいから楽っちゃ楽なんですよね。まあ、今のは裏剣で良かったですね。あでもジルバーやっぱり操作がちょっと難しいっていうのはありますね。とパイアック肘打ち2発入れようとしたけれども失敗。今度は急降下、かかと落としは空振りしてミドルを返されてしまう。とはいえ、おっと2敗が、ね、決まりました。しかし判定にもつれ込む勝敗は3対1で 2P 側ジルバーフツさんの勝利ということで、それで 1P 側は、大将であるイデアさんが登場しますね。イデアさんパイソン、 1P 側イデアさんパイソン、 2P 側フツさんジルバーの勝負となります。さあ、この組み合わせは一般的な話ではどういう感じになりますかね。これ結構あのジルバのハイキックがめんどくさいんですよ。一回こうやって寄っちまうとまあいけるんですけど、そうですね、このジャブの間合いの外か内かみたいな、そういうところが一つ、おっとガードクラッシュまで無理やり、うまい具合にはありましたね。そうですね、こじ開けた。そして今はヘビーサンダー叩き込む。ただやっぱパイソンは上段系が多いので、はいはい、あの酒系っていうか、あの姿勢が妙に低くなるリアクションがあるので、うん、それを合わせられてでかい技を食らうと結構痛いです。まあ読み合いっちゃ読み合いなんですけれどね。で前を離されてハイキックでバン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 やられると、うん、とはいえこれは、パイ、おっとまた入った。しかし追い打ち間に合わずか。おっとなんだかんだでパイソンの体力も減ってきてる。おージャブで固めてヘビー三段、おっとすごいのが入った。しかし追い打ち間に合わず、今のは勇気を持って打ち込んだパイソン側の勝利といったところでしょうか。ということで、イリアさん、鳴沢優さんチームが 決勝進出となりました。おめでとうございます。まあ、ジルはいいリアクション結構揃っているんで、まあ、使っていくと結構戦えるんですけど。そうですね、でも今はやっぱりジャブの使い方がうまかったというか、あの間合いの取り方がうまかったっていうところもあるのかなとは思いますね、パイソン側ですけれども。そうですね、
さて、ということでチーム戦なのであの展開が早いんですけども、これで決勝戦となります。おじさまさん41263チーム対イデアさん鳴沢さん鳴沢由衣さんチームで、決勝戦となります。さて、1P、2P、後出し、先出し、後出しが決まったようですので、これで、5月23日、ブリキー1、ランダム2オン2、微妙にランダムじゃないんですけども、ランダム2オン2、これより決勝を始めたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、1P 側は、おじさまさん、41263チーム、先方はおじさまさん、2P 側、イデアさん、鳴沢由衣さんチーム、先方は鳴沢由衣さん、そこを2人早くの勝負となります。これはソコロフが結構あの攻め手にかけるというか神経使うような組み合わせなんじゃないかなと思うんですけれども、そうですね、あのバランスゲージで1回で転ばされるので、なるほど、今みたいにいきなり片下くるから追い打ちの投げが2発入ってしまう。でかなこれでかなりソコロフ側はアドバンテージを取ったの で、 そ、 うです、ね、まあ、そんな無理して攻めなくてもまあいいのかなっていう、うん、むしろパヤク側が何とかして攻めないといけなくなる。おっと変形タックルが入る。追い打ちミス、追い打ちではない、返し技ミスってしまったのか。そう、しかしやっぱり攻め系が流行ると返し技が上とか下とかの入力の時って間違いやすいですよね。あ、今のハイキックは起き上がりにちょっと掴み狙っちゃいましたから、ね、あ、掴みを狙ったのが漏れて、おお、あっという間にあっという間に、ソコロフが、KO を取ってしまった。 1P 側おじさまさんソコロフの勝利ということで、 2P 側は、大将のイデアさんが出ることになりますね。しかし、まあ、ソコロフ対パイソンってなると結構パイソン側めんどくさい組み合わせなんじゃないですかね。めんどくさいです。浮かずに振ると、ね、あの足取られて、あのバック投げ2セット食らうと負けるんですよ。そこでバック投げ2セットで負けちゃう。2セットで終わります。あれまあ、あの短時間ですけど連続で、あのバック投げ2回食らうと終わります。そこでちなみにさっきのパヤクはいきなり片下タックルが入った。しかし追い打ち失敗。タックルが入って追い打ち、じゃない、返し技またミスった。ちなみにこれでもっとやばいのが、はい、あのパイソンってこかせてその場で足取られるんですよ、はい、なるほど、移動いらないんですよ。なるほど、その場でバック投げ決まるんで。今、ヘビーサンダーの3発目を食らいましたが、あれはガードするよりかはまだマシだったっていう判断。さあパイソン、パイソン体力案外ない。おっと、あれは、うん、あれは下段はそんな当たら、まあ、まず当たらないんで、あれと、振らないで、あの飛ぶか下がるかした方がいいですね、うん、しかし、まあ、この辺はちょっとやっぱり、難しいところ。しかしこの技確か KO は取れないはず。取れます。え、取れる、え、取れちゃうんだ。取れます。え、やばいんじゃない。いやー、赤くなってる。しかしリングアウト、これはパイソン側助かったと見るべきか。おーっとー、タックルが入って、タックル返しができればまだ分からなかったが、しかし今踏み込んでたからちょっと難しいところでしょうか。はい、おじさまさん41163チームの、勝利ということで、それでは、まあチーム数が少なかったっていうのもあるんですけども、5月23日ブリキワン2オン2プレイヤー主催 の、 あの小さな大会ですけども、優勝はおじさまさん41163チームということで、おめでとうございます。優勝です。ありがとうございます。コメントをもらいましょうか。じゃあ お二方一言ずつお願いします。じゃあまずは、どっちから、あのお互い譲り合ってて、じゃあまずは41263から。僕何もやってないですありがとうございます。ありがとうございます。おじさん、モピュロやってよかったっすね何もやってないっていうけれども、でもまあパイソン、パイソンで VV、うん、パイソンで VV、なんか逃げ切らない感じですね。いや、何もいやー、もうこれで2軍やっててよかったです。ありがとうございました。まあまあ、たまにはブリキも触ってください。ありがとうございます、はい、では、じゃあまずは、41163でした。おめでとうございます。では勝負を決めたおじさまさん、はい、おめでとうございます。 ありがとうございます、はい、おじさまさんは結構ソコロフ練習されてる感じなんですか。そうですね、ソコロフがメインキャラ。ソコロフがメインキャラ、ソコロフ、もう投げだけだぜというような、投げで殺すぜみたいな、そういう、もう殺す気満々の片足タックルをとても味わいましたので、
寮で来なかったんで寮で来られたらもうちょっとあのリュコランブでだいぶ駆られてる。あ、まあそうですね、まあ、今回は一応そのなんだろう、優勝経験のキャラはなしっていうちょっと実験的なところはあったんですけども、そういうルールでさせてもらったんですけれども、どうですかね、あんまりノールールでやった方がいいですかね、その辺ちょっとなんとも相性が強いゲームだからちょっと分かんないんですけれども、もうちょっといろんなルールとか実験しながらやってみたいかなとは思うんで、またあの機会がありましたらぜひご参加の方よろしくお願いいたします。あの今日の萌えプロと流行外伝のおかげで勝てたということで、はいはい、っていうか萌えプロと流行外伝って流行外伝ばっかりやってたじゃないですか、ゲラゲラ笑いながら おじさまさんが今日ブリキで優勝した理由は流行の剣にハマったからと、そういう感じになるかなとは思いますけれども、流行やるとブリキが強くなる、流行やるとブリキ強くなる、本当かよ。あ、よいちろくさんもやってる、そうか、2人ともやってるからやっぱりそれ影響あるのかもしれませんね。はい、ではでは今一度おじさまさんとよいちろくさんに拍手をお願いいたします。ありがとうございます、はい、ということで、まあちょっと実験的な要素もあった、実験的なルールも入れちゃってる部分もありましたけども、ブリキ1、2オン2、これにて終了させていただきたいと思います。また似たような大会がありましたらお声掛けさせていただきますので、その際にはご参加の方よろしくお願いいたします。それでは、5月23日、こちら高田馬場ゲーセン、帝様をお借りして行いました、ブリキ1、ランダム2オン2大会、これにて終了となります。皆さんお疲れ様でした。では配信の方もこちらで、終了させていただきたいと思います。ちょっとグズグズだったりグダグダだったりする部分もあったかと思いますけれども、ご覧いただきまして誠にありがとうございました。また次回フリープレイ対戦会や、プレイヤー主催の大会などがありましたら、ご覧いただけますようよろしくお願いいたします。それではこれにて配信の方も失礼いたします。